めっちゃ赤いじゃん。なんか劇場のライトとかってめっちゃ髪色がすごい明るく映るので、なんか明後日公演あるから、ちょっと劇場のライトでどんな感じに映るのか楽しみ。可愛くない？で、なんか結構赤じゃない？可愛い、いいですよね。はい、そんな感じで赤。わー、めっちゃ赤じゃん、嬉しい。はい、美容室行ってきました。こんばんは。なんかテロップね。ハロー、ただの魚さん、ハートありがとうございます。アンドハローさん、だるまありがとうございます。ミュンウェンさん、だるまありがとうございます。なかなかなかさん、ハートありがとうございます。なかさん、あ、なんかピンクのクマ、ありがとう、ありがくまん、ありがとうございます。これは何のクマ？なんかクマとかさ、ギフトの種類がさ、月によって変わったりしてさ、何が何だか分かんないよ。あ、これお月見かな。ありがとうございます。タレゾウさん、ハートありがとうございます。そう、それで髪染めて嬉しい。もう前髪も普通に切って、あ、前髪カットお願いしますとか言って伸ばしてたんですけど、ちょっとね、やっぱ伸ばすの、あの、なんかコンサートとかなかったらこのまま伸ばしてたと思うんですけど、コンサートとか舞台とかもあるから、やっぱ一番一旦切ろうと思って、だから何もないコンサートとかない時にまた伸ばそうと思いました。そう、サラサラでもうこう見るとめっちゃさ、なんかライトとか暗いとこで見るとめっちゃ黒髪みたいなんですよ。黒髪ってか結構暗いんですけど、光当てると。ヒロさん、ハートありがとうございます。ちょっと紫入ってる？だって、え、わかんない、わかんないけど、ヒジはワインレッド系で頼みました。でも紫は、紫もしたいんですけど、紫は次したいな。これ赤いで、何色の赤いよね。いいです。あ、そう、ネイルも今可愛くて、可愛くない？そう、めっちゃ可愛い。なんかネイル行きつけみたいなとこなかったんですけど、リノが教えてくれたとこに行ってみて、めっちゃ可愛い。可愛いよね。ブラウンです。秋っぽい。こんなね、ボコッとしたパーツ初めてつけたんですけど、リボン親指だけにつけて、なんかよくこことかさ、みんなデコデコしてんじゃん、ネイルでさ、なんかよく引っかかってるの見るから、生活大変、生活に支障出そうだなと思ったんですけど、まあこれくらいなら特に支障なくって感じです。なんだっけ、でもなんかの時ちょっと邪魔だなと思ったんですけど忘れたけど、そこまで支障なくて、これくらいならよき。かわいい本、なんかチェックでかわいいよね。かわいいです。ピンクカメオさん、ハートありがとうございます。今はなんだっけ、あ、お月見だ。お月見の十五夜の時期なんだ。十五夜じゃん、お月見、来月目撃者。え、ね、目撃者さ、一回何回あるけどさ、肘多分出れないんですよね、目撃者来月。めっちゃ超絶多分舞台中なのかな。か、来月あんま公演出なそう。あ、扇風機を今弱で回してるので扇風機の音してると思う。うるさくてすいません。エレタンさん、そう、エレタンさんインスタに載せてましたね。ヒジリゾート、あ、宮古島
行ってて楽しそう。でも超真夏に行ったっぽいっすね。暑そう。でもね、今度行くよっていう話して、行く時にそう、めっちゃ綺麗だったって言ってました。嬉しい、マジ行きたい。ひじるもお正月ですかね。山々さん、だるまありがとうございます。マサラッキさん、のりっぺさん、なんだこれ、麦ありがとうございます。こんばんは。あと今日はついに買いました。ずっと欲しかった、あ、加工がネックピローが手に入りまして、なんか飛行機乗る時とかに本当に首が痛くて、いつもマジで首が痛いの。飛行機日帰りとか多くてさ、首が痛いし、片道でも日帰りでも首が痛くて、でなんかとにかくこの前大分行った時も結構ずっと車両座ってたけど、マジで首痛くて、寝る時本当首痛すぎて、やっと買いました。この前一回買ったらなんか在庫があんまり欲しくない色しかなくて、今日行ったらなんか落ち着いた色売ってて、黒もあったんですけど、なんかファンデーションとかついたら黒目立ちそうだなと思って、ちょっと紺にしてみた。これでこれから、ああもう来週コンサートで行くから、東京もう首痛くない。あと仕事で行く時も使えるし、普通に自分でさ地元帰る時も結構飛行機長いんで、そういう時も使えるし、なんか移動の時とか、この前もさロケエミリーさんと行ったんですけど、結構移動長くて首痛くて、だからそういう時も持っていけるかなと思って。でも髪の毛のさ置き場所困るよねと思って、もう手に入れちゃった。髪の毛がどうしたらいいか分かんないだからこれからひじり空港で、これで空港歩きます。あーめっちゃいいねこれ、今寝れるわ。そう、これを買ってしまったよ、これ取らなきゃ。そう、すごい。だから飛行機でいつも首痛くなってたから、コンサート行くときに首痛くならないのがすごい楽しみで、でも忘れないように、絶対忘れないように持っていこう。超楽しみ、使うの。また感想を言います。そう、夜ご飯食べたよ。あ、ちょっと聞いてください、ひじり。なんかめっちゃ痩せたんですよ、謎に。なんか最近ね、そしてみんなに痩せたねみたいな超言われてたから、え、マジとか言って、え、何もしてないんだけど本当に勝手に痩せたんだよねみたいな話してたらしてて、でみんなにさ痩せたねって言われてたから、じゃあ食べてもいいかとか思ってさ、めっちゃ好きな放題食べてたの。そしたらなんかさ、あ、ちょっとまた戻ってきたか、前ほどじゃないけどちょっとまた肉ついてきたなみたいな思ったんですね、昨日っていうか最近の見て、画像とか見て。そしてさ、よしダイエットするぞとか思いながら、昨日もちょっと食べちゃったんですよ、アイスとかめっちゃ食べたの昨日。そして今日美容室行って、美容室ってさ髪染めるときにこれもさ上にバーって上げて、前髪ももう全部髪の毛上げるじゃないですか。その時にもう顔がまん丸になってて、前より、先月美容室行った時も顔がなんか違う形になってて、今前髪とかあるからなんかわかんないけど、それめっちゃいじり衝撃受けて、えっ、なんか1ヶ月でめっちゃ変わってると思って、でちゃんとダイエットしようって思って美容室から帰ってきて、お昼ご飯はしっかり焼きそばを食べてから、夜ご飯はちょっとだけヘルシーにしたけど、続くか分からんけど、ひじりの目標は
昼はちゃんと好きなもの食べて夜だけ気をつけてみようっていう作戦に今入ったので、分からんけど続くか、一旦その作戦でいってみる。でも夜ご飯お腹いっぱいですよ、ちゃんと食べて。なんかもやしのポン酢のやつ、もやしとお肉のポン酢のやつとゆで卵と芋を食べました。結構ちゃんと食べてる、ね、今も芋は昨日食べた残りだからこれくらい、ゆで卵も1個、わかんないけどちょっとタンパク質のさあれとか私わかんないね。こんばんは。ヨギボはこれは3000、そんな1万円もしないよ、3000、4000円くらい、4000円あれば足りるくらいかな。だから移動が多い人にはいいんじゃない、すごく長時間移動、仕事柄とかさめっちゃやる人はすごいいいとおすすめですよ。なんかもう一個形あるんだけど、ヘジラ普通の方にしてみた。おさむさん、バラありがとうございます。本当にもうね、あと最近なんか一時期ひじりめっちゃ公演あったじゃないですか。で今さ最近ここ店が多くて、パジャドラとか目撃者もそこまで前より多くないからさ、最近公演が前より頻度少なくて、ひじりそしたら多分動いてないからかな、だから顔の形が丸くなっちゃったのかな、わかんないけど、まあなんでもいいけど気をつけようっていう話だよね。あと夏休みとかあったから、なんか生活習慣がずれてこんな感じになっちゃったんですかね。まあでもまあまあちょっと柔らかく頑張ります。ひじりは結構頑張ると3日後くらいにもうね爆発しちゃうタイプなんで、そんな我慢しすぎは私は向いてないんですよ、まず。でもひじりがお菓子よりも甘いものよりも今どうしても禁止にしたくないのがジュースなんですよ。でもジュースが多分何よりも一番太るのは分かってるけど、もうお菓子も甘いものも食べなくていいから、ジュースだけは超飲みたくて、それが今悩んでる。なんか炭酸とかだったらさ、カロリーゼロの炭酸って結構あるじゃないですか。セブンイレブンのサイダーとかコーラの白いコーラとか結構あるから、炭酸飲みたい時はまあそれ飲めばいいんだけど、ミルクティーとかが大好きなのね私。ミルクティー、あのレモンティー、アップルティーとか、そのティー系が本当に大好きで、午後の紅茶大好きすぎて、そうめっちゃカロリー高くてミルクティーとか、だから炭酸飲みたい気分の時はまだいいんですけど、ミルクティーめっちゃ飲んでたの最近、本当毎日飲んでたから多分それが原因なんですけど、もうどうしようみたいな、今もう泡禁断症状がちょっと、本当に食べたいよ、飲みたいよジュース。そうめちゃくちゃ飲みたい、本当にミルクティー。あ、そう明日研究生公演初日ですね。なんか見に行きたかったんですけど行けないって言われちゃって、そのもう満杯だって。なんかゲネプロあると思っててさ、なんか目撃者とかここ展の時とかも初日の前にゲネプロがあるんですけど、あったから他のメンバーその時に見に来てたんですけど、なんかそう、それで見に行こうとか思ってたら、なんかあれでまたちょっと何回結構あるっぽいので、研究生公演今月あ来月見に行きたいなって思います。機会があれば見に行く。すごそう、クオリティ、みんなダンスうまいし。ミルンクラゲさん、麦っていいのか、ありがとうございます。ルイボスティーも美味しいけど、
ルイボスティーめっちゃ飲んでますよ。飲むけどやっぱあのジュースの甘さがね恋しくなる場合もあるんですよね。本当にダメですよね、分かってるんですけど。でもな、美味しいんだよなジュースって。こんばんは。まあジュースだから今ってさ、すごくお菓子もスイーツも我慢しようと思えばできるんですけど、ジュースだけが自信ない、我慢できる自信ない。あ、ちょっと待って、これ見せよう。ゆずり、この前さ UFO キャッチャーで撮っちゃったんですよ。なんかいぶきとあのいるときに、あ、クロミとかって、待って、あれでもクロミとショールームってコラボしてたから別に大丈夫なのかも。映していいよね、これ見て。 UFO キャッチャーで撮って、でも全然めっちゃね、あの何百円かで撮れてすごいよね。別に UFO キャッチャーとか得意じゃないんですけど、なんか撮れました。かわいい、超でかくない？枕サイズくらい。そう、かわいいよね。これをベッドに置いてもらいます。これがさ、ほんと何百円かで取れて、なんか多分前の人が言ってたのか店員さんが動かしたのかわかんないんですけど、なんかもうちょっと、もうちょっとっていうか、そんな初期段階のところじゃなくてちょっと動いてて、そう、めっちゃ前、めっちゃ前っていうかちょっと前ですね。映画いぶきと映画見に行った時に撮ったっていう。すごいよね、たまにしか、なんか UFO キャッチャーとかでもたまに本当に欲しいものあった時に結構頑張って粘るんですけど、 年に2回か1回くらい、1、2回、年に1、2回粘るんですよ。年に2、3回だな、年に2、3回くらいしっかり UFO キャッチャーやる時あるんですけど、なんだっけ、あ、そう、しっかり粘ることあって、でもこれは粘らず取る。ロミちゃん、昔は美少年さん、あ、団子ありがとうございます。タナさん、団子ありがとうございます。はい、I'm from ラドネシア、インドネシアか。君たちはどう生きるか見たよ。みーちゃんと見に行きました。なんか、なんだっけ、可愛かった主人公の男の子。あ、ネタバレしちゃった。いや、これネタバレ入りますか、大丈夫ですか。今のあのみんな聞かなかったことにして、名前忘れちゃったけど、なんかあと鳥がすごかった。でも映画君たちはどう生きるかも見たし、いぶきと見たのは、いぶきとはね、あれ見たんですよ、橋本環奈ちゃん、橋環さんの映画、なんだっけ、あの、なんですっけ、禁じられた遊び、ホラーっぽいやつ見て、あとはあれも行きたくて、ホーンテッドマンションを一人ででもいいから見に行きたくて、昨日行こうとしたんですけど、いい時間なくて諦めました。いろいろ、いろいろ見ました。あ、見ました、最近。あともう一個あれも見に来て、なんかなんちゃら工場みたいなやつ、全然タイトルわからん、なんちゃらなんちゃら工場みたいな映画、福岡
なんちゃらなんちゃら工場、あ、アリスとテレスの幻工場ですね。これ見たいっす。今これもみーちゃんと見たいねって話してて、あとはなんかまあ何でも見たいですけどね、映画って結構。でも今んとこ一人ででもいいから見に行きたいのがホーンテッドマンションかな。そう、見たい。あとなんかホラー映画がやっぱ見たいっすね。あ、ほんと部屋片付けなきゃ。待って、明日絶対洗濯回すって決めます。なんか本当は今日回したくって、今日洗濯回してから美容室行こうとしたんですよ。でも起きたらもう洗濯回してる時間なんてない時間になってて、メイクするだけで精一杯の時間になってたからメイクして、で美容室から帰ってきたら洗濯回そうと思ったんですよ。そして美容室から帰ってきたらなんか午後に雨が降るっていう予報が出てて、じゃあ干しちゃダメじゃんって言って回せなくて、だから明日回したい。そう、本当に、あ、もうコンサートが本当にもうすぐでやばいです。もう1週間もなくてね、やばいですっていうか早いですね。木曜日ですね。木曜日がコンサートということで2公演あるのよ。ね、ハロウィン公演と卒コン、ナッピさんの卒コンで、まあ、ハロウィンはとにかく、みんな仮装し来る人いますか？仮装してきて、よければみんなも仮装してきてください。なんか仮装 OK らしくて、そう、ひじりの仮装もぜひお楽しみに。もうネタバレっていうか、何の仮装するかは出てるけどさ、どういう見た目だろうか。で、夜が卒コンということで寂しいです。でも卒業公演がもう終わってるんですけど、ナッピさんはもうほんと可愛かったですね。卒業公演ももうコンサートも絶対に一番可愛いじゃないですか。寂しい。なんかメンバーがね、たくさん卒業していってしまって、先輩もどんどん卒業されていくの。先輩も同期もだけど、あ、そう、この前お母さんと弟と糸島行って写真パパって撮って、ちょっと前なんですけどね、インスタ載せました。まあ、コンサートは、あ、そう、コンサート配信もあるっていうのが、ツイッターで、あ、いぶきのチェキを挟んでます。サイン書いてもらったんで、いぶきに挟んで、なんかこういぶきのチェキとかさ、こうスマホに挟んでこう置いてると、それ誰ですかって、なんかなんだっけな、なんかいろんなとこで聞かれるんですよ。お店屋さんとか行くと、あ、誰ですかみたいな聞かれて、あ、友達ですえ、なんだっけ、あ、そう、配信、配信、生配信ですね。いろいろハロウィンパーティーの方も、ホワイトの方も配信あるみたいなんで、来れない方はぜひ
見てください。あの公式 HKT の公式ツイッターから。ヨッシーパパさん、杉麦ありがとうございます。でも配信あるのね、めっちゃいけない方からしたら超よく、ありがたいっていうかいいですよね、配信あるの。オカルト部、オカルト部でコメントするというのってどういうこと？オカルト部、まあ、わかんないけど、ホラー映画見たいんだよね私、本当。なんかいいのやんないかな。あ、でももうちょっとしたらなんか怖いの公開、なんか昨日映画館、映画は見てないんですけど、映画館の前まで行って、あのチラシコーナー見てたんですよ、映画館で。そしたらすごい怖そうなのがあって、タイトル忘れちゃったんですけど、そう、チラシコーナー見て、これ面白そうっていうのちゃんとチェックして、ホラー映画絶対みーちゃん誘わなきゃと思って調査だけしました。あ、オカルト部って言うと星になっちゃうんだ、コメントが。なるほどね、オカルト部、なるほどね、オカルト部ってやつとコメントに目が星になっちゃう、厳しいですね。もうコンサートももうリハもたくさんして、まだリハあるけど、なんか実践リハとか終わって、そう、もういよ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 って感じですから、楽しみましょうコンサート。ハロウィンの方のセトリとかもね、どんなセトリみたいな、ハロウィンコンサートってどんな感じみたいな、あの曲は絶対やるよねとかさ、あるじゃないですか。楽しみ、お楽しみに。でもコンサートして、でもさ、ダイバーしてもさ、羽田があるからさ、羽田もすぐだよね、2週間後とか羽田じゃなかったの？ダイバーが5日で、ダイバーが5日で、羽田が17、あ、2週間も開かないんだ間で、結構キンキンですね。と思ったら、あの羽田の1週間後にも舞台が始まるということで、あーただ頑張ります。そう、まだリモートしかしてなくて、稽古だから、なんか本当にあのリナ以外初めましてなので、私リナ以外本当初めましての方しかいないので、ちょっと緊張、ド緊張、なんかリモートしかしてないから、まだリモートってあんまちょっとなんかコミュニケーション取りにくいじゃないですか、通信とかさ、いろいろあって、だから早くご対面したいんですけど、まあ、まずその前にコンサートから。エクソシスト、あ、それかな、ひじりが映画館で見つけたやつ。これじゃない、なんだっけ、なんか映画、なんかめっちゃ怖そうな映画の、タイトル忘れちゃった。まあ、また映画館行ったら思い出せるでしょう。やば、この髪色さ可愛いからさ、色落ちする前にさ写真撮りたいけど、写真撮りたいっていうか、なんかちゃんと撮ってもらいたいけどさ、公演が明日、明後日か。でも公演までに色落ちしないのね、明後日も。
マジで色落ちって早いですよね、髪の毛。数日経って、しかもひじりの髪質がなんかめっちゃ色落ち早い髪質らしくて、そう、周りの人よりなんかね色が変わるのが早いんですよ。早いっていうか、え、もう変わってるねって、もう色落ちしてるねって結構言われるのよ。が、カードの人さん、団子ありがとうございます。まあ10月はいろいろ頑張って行こう。でも10月頑張って、そして10月頑張って、そしてね、11月は周年があるので、またもう周年が終わるまではバタ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 って感じなんですけど、でも周年終わったらもうね、クリスマス過ごして年明けるだけなんで、わかんない、カウントダウンとかあるかわからないけどさ、まあ、カウントダウンもでも去年とか一昨年もやったけどさ、あれはまあバタバタっていうよりみんなでお祭りイエーイみたいな感じだから、そう、とりあえず周年まで山バス。12周年、やばやば、もう私7周年からいるから、あの7周年でお披露目だったから8、9、10、11、12、やばい、5期生が5年切ったし6年目になっちゃう、嘘みたい、やばくない？6年目って結構なんかあれですね、ちゃんとありますね、キャリアが。いや、わかんない、自分で言うのもあれですけど、6年って結構ちゃんと年月積んでない？すごっ、6年目、え、信じられない、小学6年生になる、小学1年生はマジでやばい、早すぎる、えぐ、ガチでやばいね。で、こんな5年目までいると思わなかったこともないけど、でもちゃんと5年目までいるのすごい、なんか分かんない、先輩とかもっと長いからあれだけど、自分的にすごいかも、ちゃんと5年間いるの。リノちゃんみたいな色、あ、リノの髪色めっちゃ可愛いよね。ひじり、あ、何回も100回くらいショールームで言ったんですけど、あの縮毛矯正してるからブリーチできなくて、はい、できないですよ、だから暗い色しかできないんです。そう、美容室は月1くらいか。ひじりの名前で、あ、ありがとうございます。皆さんもぜひ来てください。え、そのさ、舞台のチケット取るときに選択、名前選択するっていう機能あるの知らなくてさ、そう、そんな機能あるんですね。憂鬱なバラさん、杉、麦、ありがとうございます。やばくない？5年目、5年目じゃない、今5年目だけど、やばくない？しかも5周年ってさ、なんか4周年とか3周年とかよりさ結構キリが良くない？やばいね、5周年マジでえげつない。やば、だって5期生みんなさ10代の子多かった、みんな10代だったですけども、ひじりもうすぐ20歳、もうすぐあと9ヶ月後くらいで20歳だし、信じられんや、みんな大人になって、いぶきももう次で高校卒業ですしね、やばいっすね、みんな中高生だったもん。いや、ちょっとひじり中学生だったのが信じられなくて、自分が中学生の時に私 HKT だったっていうことが信じられなくて、そう、結構びっくり。
そう、宿毛しててブリーチできないっていうか、するとできるけど、やるとめっちゃ髪の毛がもうパッサパッサパッサみたいになるらしくて、やばいことになるらしくて、髪の毛がもうチリチリパサパサみたいな。まあだったらね、かけない方がいい。ひじいちゃんでチケット取ったってありがとうございます、皆さん本当に頑張ります。そう、でも早く二十歳になりたい。この19歳の1年が長いって聞くんですよ、よく。早く二十歳になりたいけど、間違えた、19歳って本当にね、なんかあと1年で大人の仲間入りなのにっていう1年が長いらしくて、今もう10月だから11、12、1、2、3、4、5、6、あと8ヶ月です。あと8.5ヶ月くらいで二十歳です。成人式は来年の1月じゃなくて再来年の1月ですね。あと1年以上ある。でも HKT の成人式なんかさ、成人式めっちゃ人少なそう、私の代。前までさ、めっちゃ同級生組たくさんいたんですけど、あかりさんとさやかとピナとっていっぱいいたんですけど、ちょっと3人とも卒業しちゃったので、卒業されてしまって。そう、もうね、でも成人式は早くしたいな、私は。もう晴れ舞台みたいなのがめっちゃ憧れで、毎年さ、誰かしら同期が絶対成人するわけじゃないですか。で、なんか同期が成人してるの見るといいなと思って、いつもそう、ずっと思ってるから早く成人したい。で、振袖着てね、めっちゃ写真撮りまくりたい。もうこれでもかってくらい写真撮りたいですね。あくまるさん、だるまありがとうございます。ラスト10代楽しもうだって。そう言うけどさ、意外とさ、やることなくない？なんか何すればいいか分からないんですけど、10代の間にしておくことをしろみたいな。でも何すればいいんだよ、何したらいいんだろうって思って、結局何も思いつかず、あと8.5ヶ月くらい。何したらいいですか？何がおすすめですか？10代の間にできること、あるかなって。10代限定のことってなくない？なんか二十歳になったらさ、いろいろできること増えるけど、10代限定で、10代限定の割引みたいなのいっぱい使っとくとか、何があるんでしょうか。今聖と同い年のメンバーは卒業してない子で、卒業してない子で一緒の代の子はね、6期生しかいないです。うららとさあちゃんかなが同じ世代かな。同期にもいなくて、今先輩もいないので。何色の振袖？紫か黄色がいいです。でもさ、HKT のもあれあったらさ、2回成人式、わかんない、地元ちょっとわかんないですけど、もしにあのさ、なんか予定的にどっちも出れたりしたらさ、2回切れますよ、わからんけど。
まだ全然何も知らないけど。とか言ってこんなにさ、なんかショールームするたびくらいにさ成人式がみたいな話するけど、あと1年半くらいあるんですよね。あ、だから成人式まで髪伸ばそうと思って、わかんない、まだ1年以上あるからめっちゃ伸びるとは思うけど、なんか長い方がいろんなヘアアレンジができるってことで、やっぱ今髪伸ばしてるんですよ私。あのダンスの先生が「ひじり長いのええやん」って言ってくれて、最近のリハーサルの時、それからなんか伸ばしてるんで、伸ばしてるっていうか、え、先生が褒めてくれた、ちょっと伸ばしてみようかなみたいな。なんか前までさちょっと伸びたら切ってたんですけど、壁下くらい、壁下、肩下ぐらいまで切ってたんですけど、今一旦伸ばしてみようと思って。でも伸ばしてみてやっぱ短い方がいいなと思ったら切るけど、壁下は、うん、壁下肩下くらいです。そう、でも一旦伸ばしてみようみたいな。なんか確かに最近伸ばしてなかったなと思ってね。最近いつもここくらいの長さ維持してたから、結構ちょっと伸ばしてみるのもありっすねと思って。そういう感じの気持ちでございます。口内炎が痛い。なんかここら辺に口内炎できてさ、昨日噛んじゃったんだよ。昨日かな、昨日だ、昨日ラーメン食べに行って、え、昨日一昨日、あ、昨日だ、昨日ラーメン食べに行った時に噛んじゃって、こうね、本当に痛くて痛いです。久しぶりに一風堂に行きました。1年以上ぶり。やっぱ美味しいですね。なんかさ、一風堂ってもやしあるじゃん、あれのもやしをすんごい美味しかった記憶があったから、前行った時もうめっちゃ美味しかったから、もやしをね食べたんですよ昨日も。したらなんか前食べた時より辛くなってた、わかんないけど気のせいかもだけど、めっちゃ辛すぎて、それでもうはぁはぁってなって、辛かったです。でも前食べたさ時は辛かった記憶がなくて、でも昨日食べたらもう火吹くくらい辛かった。しかもなんか調子乗ってさ、ラーメンと、あ、もうこういうことしてるから多分太ったんですけど、ラーメンに餃子とお米セットにしたら、もう米最後苦しくてあーってなって食べました。頑張って食べたけど調子乗るとね、お腹がもうはち切れそうになる。でもラーメン食べたのお昼なんで、夜じゃなくてお昼に食べたから大丈夫。でも口内炎が本当に痛いです。歯磨きするときが一番痛いよね。なんかそっと口内炎がある部分だけめっちゃゆっくり磨く。でもラーメンはうまい。そう、ひじりさ、太ってもなんかさ、ひじり今とかじゃなくて、もっと一番ぽちゃっとしてた時期があって、あの高校生の高2、高3くらいの時なんですけど、一番多分ちょっとぽちゃっとしてたんですよ。その時にこうウエストだけ細いのね、どんなに太ってても。だからそれはね、そういう体型のタイプなんだと思うんですけど、もうウエスト細いだから今じゃなくてよ、もっとね高校生の時代は
ウエストだけ見ると細いんだけど、顔がもうこのお肉が、顔と足がお肉たくさんみたいな、そういうタイプなんですよ私。だから太ってても痩せてもウエストはあるんですけど、だからひじり太ってても気づかなかったりする。今日美容室で髪全部上げたら顔が丸くなってるっていうのは気づいたけど、美容室行かなかったらさ、ウエストだけ見たらよしまだウエストあるから大丈夫とか思ってたらさ、ウエストは絶対太らない体型なので、ウエストだけ見てたら非常にやばいんです。なんか顔と、でも顔もなんかひじり丸顔じゃなくてなんかシュッとしてる顔の形なんですよ。だから顔も意外と気づきにくいのよ。でもまあ今日はさすがに気づいたけど、やっぱ一番足だね私。足マジで足痩せないんですよ。足痩せないし足太りやすいから、足見るともう あもうまた肉がってなるけど、でもさ公園もないとさ足出さないのよ本当に。毎日もう足出す格好あんましないから、もうっていうかもともとあんまミニスカート履く、たまに履くけど、なんか握手会おはしゃべり会とかあったら履くけどさ、普通にお出かけするときあんま履かないんですよ。そうすると見ないのよ自分の足を。なんか公園がないとやっぱ見る機会がないから、あ、でもあれクリア豚骨今すごい食べたい。そう、ひじりがもう世界で一番好きなラーメンがあって、クリア豚骨っていうね、福岡空港とか多分大名かなにもあるって聞いたこと、あ、大名にあった、この前通った、なんか福岡空港とか大名とかにあるラーメン屋さんがあるんですけど、本当に美味しいな。あ、食べたい、もうダメだ食べたすぎる。だから、もしクリア豚骨が家の近くにあったら毎日食べちゃうから、なくてよかった。こんばんは。あ、そう、秋はこの時期は芋系のスイーツも多くて、アイスとか本当に美味しいんですよね。スタバも新作美味しいし、あ、なんか芋のやつ美味しかったし、本当に誘惑が多い。でもスタバの今の新作飲んだんですけど、めっちゃコーヒーの味して、飲むのめっちゃ時間かかりました。なんかコーヒーの味って知らなくて、普通にチョコレート系かなとか思って飲んだら、なんかコーヒー好きな人は絶対好きなんですけど、私コーヒー苦手だから、もう飲んだ瞬間やばいコーヒーじゃんと思って、めっちゃチビチビ飲んだ。1日かけて飲んだ。超めっちゃちょっとずつ飲みました。でもスタバだからちゃんと全部飲もうと思って、スタバ高いんだからって思って、こうめっちゃちょっとずつ飲んで飲み終わりました。でもなんか甘いコーヒーみたいな感じなのか、上に乗ってる生クリームはめっちゃ甘かったから、そう、でもコーヒーだった。こんばんは。でもまたさ、冬ってなんかスタバの新作やっぱ美味しいのっていうか、クリーミー系多いから、次ハロウィンの時期もハロウィン系出てない、毎年かなり出るのか知らないけど、なんか出そうだよね。去年も出てたから、10月末になんか出るのかな。で、まあ、11月もなんかあるのかな。で、12月にクリスマス系が出て、年明ける頃にまたなんか出て、してバレンタインホワイトデーみたいな、ホワイトデー出て、ホワイトデーくらいにもう桜の時期ですよ。あそこまでがスタバですね。私やっぱ夏の新作ってどちらかといえばなんかメロンとかスイカとかさ、スイーツ系が多い、あ、スイーツじゃない、フルーツ系多いじゃないですか。ヘジリフルーツよりクリーミー系が好きなんで、冬がスタバに貢がなきゃみたいな感じ、美味しいから貢がなきゃっていうか、美味しい新作飲んじゃうよねっていう。夏は結構新作見送るんですけど、あ、今回は
桃かーとか、桃飲めない苦手だから桃は大丈夫やと思って。でもそしたら夏は毎月新作出たりしても、今月はフルーツ系なら私は大丈夫かなっていうのが続くんですけど、冬はえチョコとかホワイトチョコみたいな多くて大変大変です。あ、そう、この前大分行った時に帰りにそうグランデサイズ頼んで車両で飲もうとしたんですけど、車両が冷房ガンガンで寒すぎてスタバ飲めなくなっちゃって、寒すぎて冷たいの飲んだらもう死ぬと思って、だからあのついてから飲みました。スタバ買って車両乗ってちょっと半分くらいを飲めたんですよ、普通に一気にバーってね。したらその後寝て、で起きたらもう車両がキンキンすぎて寒いと思ってスタバに手をつけられなくて、でついてから一気飲みっていうかって飲んで飲みきりました。かぼちゃのバスクチーズケーキ、スタバのかな、スタバの、あ、っていうかひじりスタバのさ券がさ結構もう期限近いのめっちゃ多いんだよね。なんか誕生日くらいにもらったスタバのギフトカードとか、やばいやばい、あ、10月8日の8日までに使わなきゃいけないフードの券がある、これ使わないと10月8日までに絶対使わない。でほら誕生日の時にもらった700円のチケット、あ、これは1月か、これは大丈夫、あ、やばい、300円のフードのチケットが3枚も10月が期限です、3枚とも、やば、絶対使わなきゃ、スタバのフード美味しいから。なんかアンバターサンドめっちゃ好き、アンバターサンドも好きだし、あのキノコのさ、この時期に出るキノコのさフランスパンみたいなやつも美味しい。もうちょいしたらランキングを見ます。いつの間にか1時間くらい喋ってたっぽい。西村麺のカルボナーラつけ麺、何それ、カルボナーラつけ麺、西村麺、福岡市南区平和2丁目、これラーメン屋さんいろいろあるんですね、まあ福岡だから。まあ、あ、でもひじりダイエットするって言ってたんだ。でもスタバのフードもヒロイン食べれば問題ないよね。あ、これ切ろう、まあスタバの話ばっかしてたらスタバ飲みたくなった。これ洗濯できんのかな、なんかさネックピローで唯一どうしようって思ってるのが、購入したにあたってそのファンデーションとかがつきそうっていうこと。なんかさメイクしてない時はいいんだけど、あ、でもなんかこのカバーだけ洗濯できそうかも。ありがたい、ありがたい。よし、あ、でここをねこうやってスーツケース、あの空港行く時にスーツケースのところにこれをペッてつけて持ち運びできるってやつか、便利だな、便利っすね。これで やば、めっちゃ寝る人やん。スタバのさフードマジ美味しい。あ、アールグレイドーナツみんなおすすめ、マジで
まだ出て、あれ期間限定だったのかな。いや新作だったからね、もう定番化のはず。スタバのアールグレイドーナツマジで美味しいですよ。本当に美味しい。あれなんか紅茶好きなら絶対好きかなって感じ。本当に美味しい。あれマジで美味しいんだよ。そのアールグレイドーナツおすすめ。なんか中にね生クリームじゃないけど練乳みたいなのが入ってて、で外側がアールグレイのやつでベーって覆われてて、本当に美味しい。あれマジで美味しい。おすすめです。宮古島テレビで出てましたよって今朝。でも最近いろんなとこで紹介されてるよね。まあ行きたいな、帰りたい。スタバのキッシュ分かる。キッシュ美味しいよ、めっちゃ分かるわ。お母さんがなんか好きでスタバのキッシュ、それでそれから好き、影響された。あんまたまにしか食べないけど。カラオケたまに行きます。この前リナとカラオケ行って、なんか一時期ひじりありえんくらい毎日カラオケ行ってたんですけど、ありえんくらい結構一人でめっちゃ行ってたんですけど、高校生くらいとか。それは最近はしてないけど、前よりめっちゃ頻度減ったけど。あでなんか若菜ともめっちゃ行ってたんですよ。なんか若菜とも朝の11時から夜の19時までフリータイムで2人きりでずっとカラオケしてたんですけど、もう若菜も卒業しちゃったので、それから減ったかも行く頻度で。若菜と毎週くらい行ってたから、月1は絶対行ってたの、もう楽しすぎて。だけどそれもなくなって、一人でもあんま行かなくなって、だからメンバーとたまに行ったり、この前リナと行ったのが久しぶりです。一人でも数ヶ月に1回くらい一人で行くけど、あんま行きません。メンバーと行く方が多いかな。メンバーともそんなたまにしか行かないかな。リナと行ったかな最近は、ちょっと前だけど。ちょっとスタバ行ってくるなって。スタバは絶対もう空いてないじゃん。あスタバ飲みたいわ。じゃあランキングを読もう。今日は土曜日かい。ランキングを読みます。13位のりっぺさんありがとうございます。12位おさむさんありがとうございます。11位カードの人りじょうさんありがとうございます。10位ただの魚さんありがとうございます。9位ピンクカメオさんありがとうございます。8位プリントさんありがとうございます。7位なかなかなかさんありがとうございます。6位憂鬱なバラさんありがとうございます。5位アンドハローさんありがとうございます。4位タレゾウさんありがとうございます。3位昔は美少年さんありがとうございます。2位タナさんありがとうございます。1位なかさんありがとうございます。ありがとうございました。あれ？あ、今日でさ9月終わりか。じゃこれ9月ラスト配信か。あみんな9月ありがとうございました。では10月にお会いしましょう。ありがとうございました。コンサート頑張ります。みんな見てね。来れない方もぜひ配信で見てください。ハロウィンも夜の卒コンも見てね。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。